ボイラースーツの男性ブルーカラーとは、賃金労働者のうち、主に製造業、建設業、工業、農業、林業、業業などの業種の生産現場で、生産工程、現場作業に直接従事する労働者を指す、概念である。広くは、技能系や作業系の職種一般に従事する、労働者で、肉体労働を特徴とする。対義語は、ホワイトカラー。 ブルーカラーは青い襟のいで肉体労働に従事する労働者の制服や作業服の襟などが青系であったことがその語源となったと言われる。雇用者から提供される制服や作業服の襟色に青が多いことに由来する。職種としては土木、建築関係やビルメンテナンス、警備員、運輸、倉庫、公員。 メカニックエンジニアなど多岐にわたるが、競技では特に、ものづくりの作業に、直接携わる行友を指す場合もある。その一方で、プログラマや営業職などは、外見は、ホワイトカラーの格好であるにもかかわらず、仕事のスケールやコストが土木などと同様の、人月計算による日数と必要人数の、 掛け算という単純な数式によって算出されており、情報技術業界自体が元受け企業である IT ゼネコンが下受け企業を支配し仕事と責任を丸投げする産業構造であり建設土木業界によく似た多層式かつ労働集約型の古植層全とした色彩になっている。その末端で従事する従業員はデジタル土方と揶揄されるほどに サービス残業で、肉体、精神の両面で、大きな負担を負う過酷な環境で労働していることなどから、ブルーカラーとみなす人も存在する。また、ブルーカラーという語は、中卒でもできる仕事、頭が悪くて勉強ができないために仕方なく、体を使って働く人間といった、下船なイメージで見られやすいため、差別用語ではないかという人もいるが、一部の職業には、 国家資格を取得しないと就職不可能なものも存在し、冷戦時代のソ連や東欧のように体を使う行員を後期と見る国も少なからず存在し、アメリカにおいても西部開拓時代に現場で農業や林業を営んでいた先祖たちの精神をフロンティアスピリッツとして崇めている面がある。イギリス人も人口の8割が現場のワーキングクラスであるが、 それを誇りにしている、ブルーカラーの人々もいる。そのため、一概に差別用語とは言えない。青系の制服、作業服であるが、機械油や塗料、ホコリなどの汚れが避けられないため、汚れが目立たないよう青や黒や灰色などの暗い色が好まれる傾向にあった。一方、特に家電、電子機器、半導体の組み立てなど、 誇りの悲惨が許されないデリケートな環境では、労働者の心理的な環境に配慮し、明るいパステルカラーの作業着を採用していることもあって、必ずしも青や黒や灰色の服装であるとは限らない。一般的にブルーカラーとされる溶接工も、中学校か高校を卒業後、見習い期間を通過すれば、溶接工の指導や育成にも当たるようになるため、一概に、 単純な現場作業と言い切れなくなり、独立して社長になれば、スーツを着用する必要も発生しうる。アメリカのホワイトカラーの定義には管理者も入るため、この場合も社長はホワイトカラーとみなすが、イギリスの定義では大学を卒業した技術者はホワイトカラーで、高卒の技術者はブルーカラーなのでこの社長はブルーカラーになる。リクルート社の発行する現業系。 技能系職種専門の求人情報誌、ガテンの求人情報に掲載されている職種であることから、俗に、ガテンとも呼ばれる。なおこの、ガテンとは、ガテンが行くという言葉に由来している。なお、職業安定所の求人を除くと、これら職種における、現業系職種の求人広告は、ガテン誌相関が前は、スポーツ誌か、有関誌に、大きなオエートが割り振られていたが、 2000年代でもこれらの媒体に頼る傾向も見られる。日本では明治時代の食産工業によって工業化が始まり、1910年代になると工業化がより急速に進んだが、この1910年代から次第にホワイトカラーとブルーカラー、専門学校卒業者、中等教育卒業者、小学校卒業者の区分が明確に意識されるように、 なり始めた。この傾向は、第二次大戦後の高度経済成長期以降に加速し、中学校を卒業したらすぐに就職するのが当たり前、とする風潮がまかり通っていたため、雇用者側から金の卵と呼ばれて公員になるものが多数いたが、製造業界では合理化の一環として、オートメーション化を推進させ、公員でも高卒以上の学力や技術が要求されるようになった。 また、高度経済成長により、高校への進学率も上昇し始めたため、それまでになっていた、単純労働者の需要が下降するとともに、中学生の就職率が次第に激減し、校員ですらほとんど採用されないほどになった。明治以来の工業社会、中んずく高度経済成長期後において、ブルーカラー職種は、社会の様々な分野で活躍し、 経済を支えてきた。しかし、生活水準が上昇した1980年代頃より、以下の理由から次第に 3K 職種と名指しされ、とりわけ青少年から嫌をされるようになった。英語圏などの国々でも 3K の同義語として 3D が使用されており、3D の定義をダーティーイコール汚い、デンジャラスイコール危険、ディミーニング、 イコール屈辱的とする場合もある。これらの要因によって、バブル景気の時期には、日払いが1万円強の高級でもブルーカラーは、忌避され、社会全般とりわけ学生、生徒、児童の間にも、ブルーカラーを忌避して、ホワイトカラーを志向する傾向や、ものづくりを軽のして、ものづくり以外を愛好する傾向が高くなった。バブル崩壊後、 すなわち冷戦後の現在もこのブルーカラーへの機秘や、ものづくりへの嫌悪は変わっておらず、ブルーカラーへの機秘や、ものづくりへの嫌悪は、高校、大学の進学率の高さにも現れている。そして、冷戦後の25年以上にわたる、長期間の不況によって、ホワイトカラーになれず、仕方なく、ブルーカラーとなる、大学卒業者も現れた。また、 職種別の賃金格差が小さければ、衛生的で安全そうなホワイトカラー職種の方が、より快適な職場だと考えられた。ブルーカラー職種は製造業や土木、建設業、運輸業などを支える労働力として、ホワイトカラー同様に、経済成長を支える重要な役割を果たしていることに誤りはなく、これらの地味だが社会に不可欠な職種では、 深刻な人手不足も発生した。この時代では、深刻な労働力不足から中卒者に変わり、外国人労働者の受け入れや、高級の保障などの変革も行われた。また、人手が不足していたバブル期の一頃は、長年にわたって軽装も見られた労災や、職業病の問題を放置すると労働者が集まらず、退職者の増加や短期離職率の上昇に、 つながりかねないため、労働者の負担を軽減する機器の導入で、汚い、危険、きついの産経問題を少しでも軽減したり、労働者を保護する方策や、業務上必要な資格の取得の支援などの、キャリアアップ支援を行う企業が参見された。その一方で、バブル崩壊後の1990年代半ばから2000年代初頭に、かけての深刻な不況の中で、 ホワイトカラーの職種では労働力の供給過剰から大量リストラも見られるようになった。またホワイトカラー職種の労働環境が往々にしてストレスが多く精神疾患や過労死が社会問題として取り沙汰されるようになり必ずしもブルーカラー職種よりも快適だとは言えないとみなされるようになった。しばしば脱サラに絡んで ホワイトカラー職種への危機秘も見出され、相対的に、第一次産業とブルーカラー職種の社会的、重要度や職場環境も見直される風潮も出ている。また従来は、ホワイトカラー業種より癒しく労働環境も、劣るとして嫌をされていた、ブルーカラー職種にも、1991年に、相関された、家庭主の影響もあって、従来の意味べき、 労働環境といったイメージも軽減されるようになっている。しかし、平成不況の折、就職氷河期における深刻な就職難から、フリーターが増加したことや不況に伴う仕事量の減少もあり、1990年代後半から、単純労働力の不足が解消され、一頃の過当競争的のように人員の確保に走る必要がなくなったので、現在では、 手取り賃金がホワイトカラー職種を圧倒的に上回るような状況は見られなくなり、高賃金や従業員の労働環境、キャリアアップ支援の充実を謳う職場も少なくなった。なお2000年代に入ってはワーキングプア問題が取り沙汰される一方、ワンコールワーカーネットカフェ難民などの流動化した労使関係の歪みとも言える社会問題も見え隠れした。 これらの現象は2006年頃より社会問題として注目を集め始めたものであり、労働者人口の総数や実態に関しては2007年に調査が始まったに過ぎず政府側の対応もご手に回った。2006年に朝日新聞が製造業の現場における偽装請負いを取り上げ始めたことを契機にブルーカラーの労働環境が劣悪であることが明らかになった。 詳細は、該当校を参照。2019新型コロナウイルスによって、世界的に経済は低迷し、労働市場は、明確さを醸し出している。ブルーカラーではない。1991年創刊。2009年、タウンワークに、統合廃管5階建て以下の建造物では、エレベーターの設置義務がなく、任意でごく一部の建造物にしか設置されていない。 ありがとうございます。